皆さんこんにちはレック専任講師の木村と申します、えー、今日は来年の土地家屋調査士試験こちらにちょっと興味を持っているんだけれども、えー、今からの勉強じゃ間に合わないかななんていうふうに思っている方に緊急告知です 緊急告知なんていうふうに言うとねちょっと大げさですけれどもえ、まあ、実際のところ、まあ、来年向けの、えー、土地家屋調査士試験の初級講座というのは、えー、実は、まあ、生講義の方はもうすすでに始ままっていますでこの生講義というのが関東ででは池袋本校だけになるんですねで、まあ、もう始まっているということはじゃあもう遅いんじゃないかというふうにね思われる方もいらっしゃると思いますけれどもまだまだ追いつける。 REC の生講座に関してはすべて DVD かウェブのフォローがついていますのでそれを自宅で学習して生講義の方にに追いついていいつてけばここれ十分可能だということうなりますただやはり追いついてすべて見ようと思うとなるとこれちょっと厳しいかな体力的にもちょっと学力的にも難しいかなというふうに心配になる方いらっしゃると思うんです。 でその方々のためにぜひ二22日今月の22日の1時から池袋本校でガイダンスを行います、まあ、これが緊急ガイダンスということになるんですけれども、まあ、どんな内容かというと最低限の時間でこれは最高の、えー、まあ力をつけていこうというような、ね、ことをお話ししたいと思います。 まあどういうことかというと、まあ、もうすでに生講義が始まっているので、まあ、これをすべて確認して要は自宅で全て学習して追いつくというのはまあ大変だと思うので最低限こことここはしっかりやっておいて、ね、でこの部分は講義聞かなくてもテキスト時間があるときに読んでおいてもらえればいいよでもここはやっといてっていうことをちょっとこっそりお話ししようかなというふうに思っています。 でこれから年末年始に入ってくるのでおそらくお休み取れる方が、ね、多いいいんじゃないかなかと思いますだからこの年末年始の休みを利用して是非、ねえー、追いついて来年の本試験に向けてしっかりと一緒にね学習していけたらなというふうに思っています。でこれは全くの初学者の方それから、えー、まあ今年受験したんだけれども記念受験だった。 ね、あとは独学でやったので全く手が出なかったなんていう方もね、この試験に関しては受験生の方たくさんいらっしゃると思います。で、そういう方向けの講座としてもね、えー、これは提供していますので、えー、ぜひそういった方も二十二日のガイダンス一時から池袋本校で行いますので、えー、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。ね、まあ十二月二十二日と二日というとね、まあ忘年会の まあ本当にシーズンですよ、ね、したがって、えーまあ、お酒が入っちゃってなんていう方のために時間も午後1時ということでね設定させていただきましたぜひご来光ださい、ね、もう何だったら若干お酒残っているっていう方でもね来ていただいて結構ですガイダンスなのでねもちろん講義が始まったらお酒の匂いさせてなんていうのはちょっと困りますけれども、えー、ぜひまずはね、えー、お越しいただいて話を聞いていただければなと思います。 でそこでまあ、こんな風に勉強すればひょっとしたら無理なく追いつけるかもしれないねまあ、そんなお話をねさせていただこうと思いますので、えー、ぜひご覧、えー、来ていただければというふうに思います22日池袋本校でお待ちしておりますでは失礼します。